こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は東京から大阪、2泊3日の旅行をね、えー、予約してて、まあ、久々に、まあ、すごいね、お得なプランじゃんっていうのと、んなんじゃこりゃすごい損じゃんやっぱりというのとね、両方見ましたんで、まあ、ちょっとそれをシェアしたいと思います。まずね、急遽大阪に行くことになりまして、えー 久々に見ましたで、安い順に並べて、まあ、このプラザ大阪、2万4400円、航空券の割引の運賃より安いじゃんと。ねえー、しかも、ね、まあ、評価もそんな極端には悪くないと。で、まあ、これ、すごい安いんで、まあ、ちなみにね、えー、そういえば、久々に旅行会社はこれ使うとどれぐらい違うのかなと。まあ 同じぐらいか、まあ、旅行会社なら若干安かったりするのかなと思って調べてみたら驚きですね。これね、えー、アナ食べさが2万4100円で。同じアナの、えー、スカイウェブツアーというツアーだと、なんと3万3500円とえ。え、こんなに違うのと。まあえー、2万4400円で9100円高くなるって、ね、結構な割合ですよね。 まあやっぱりね、えー、ツアー会社は使うもんじゃないなというのをね再実感しました。そういえばいつ使ったろう最後にと思ったらね、まあ、きっと1999年かなんかにね、えー、パリに行ったのが最後だったんじゃないのかなと思います。ね、それら全然ツアー会社使ってないですね。まあ、使う理由がないと、まあ、インターネットで自分で調べられるようになるとね、調べられる人はツアー会社使うと、 自由度は下がるわ、えー。特にお得じゃないわね。えー、旅行会社潰れたらいけなくなっちゃうわで。まあいいことなしなんで使ってないですけど、まあ、改めて、ね、まあ、大手とか航空会社系列の旅行会社ならいいのかなと、たまにはお得なプランあんのかなと思って見てみたらね、えー、全然お得どころかひどいねというのがね、改めて実感しましたで。ところで、このプラザ大阪、ね、に私が宿泊できるわけもなく、 ねえー、大阪滞在ではまあ帝国ホテルがお好みなんですけど、最近ね、この帝国ホテルの公式ページね、高いんですよね。昔はたまに1万5000円とかね、えー、下手したら1万2000円、1万5000円でプール付きってのもあったかな。まあ、大抵行きはプール使うんでね、えー、プール付きで1万5000円あったかな。でね、そうそうそう。 何しろ、まあ、帝国ホテル好きなんですけど、まあ、見てみたらね、案の定相変わらず高えなと、ね、最近、大阪旅行者多い見たくてね、割引見ないなと思ったら、そうそう、ね、旅先じゃどうなのかなと、ね、最近安いプラン見てなかったんですけど、安いプラン見てないって、大阪そんな頻繁に行ってるわけじゃないですけど、前回大阪行こうとしたとき、行ったときもね、大阪で、えー、帝国ホテルとか、 えー、あるいはね、えー、いいホテルの割引プランが旅作で出てこないんで、じゃあ福岡にね、えー、福岡でホテルを使おうと思って予約したんで、高かったです、前回。ところが今回安かったですね。えー、なんと、ね、ホテルに公式ページで出てる、えー、宿泊料金で6万2千百円。ね、当然宿泊だけですよね。素泊まり。食事も何もついてないです。なのに、旅作、 航空券付きで5万3200円と。これ逆じゃないですよ。間違いじゃないですよ。ホテルが5万3200円で、9208円足せば航空券がつくという話じゃなくて、公式ページだと6万2408円なんだけど、航空券をつけてもなおかつ5万3200円で泊まれると。たまにこれがあるからね。やっぱ、旅先が大好きなんですけど。 航空,か航空券だけでこれね、3万円を超えるんですよね、今だいたいね、えー、今から約だと、もう45日間切っちゃってるんで、45日どころじゃないか、1ヶ月切っちゃってるんでね、まあ、ところがこれにね、ホテルが付いて5万3200、ねまあ、お得以外の何者でもないと、まあ、リーガロイヤルのね、4万3000ってのと迷ったんですけど、元々のホテルの宿泊代金は全然違うんで、まあ、明らかにこっちの方が得だろうと。ね、何しろ、 海外だとね、この帝国ホテルクラスのホテルに1泊1万円で泊まれるってのは100%ありえないんで、うん、すいません、100%言い過ぎですね。まあ、少なくとも私が行ったことあるような年だとね、そんなことはまずないんで、まあ、日本だとね、これがあるからたまんないと、ね、なかなか日本だと5つ星ホテル以外に泊まれなくなっちゃうんですけど、安く5つ星泊まれるんだったらね、わざわざ。 え割,割安感のない普通のホテル泊まる必要もないだろうということでね今回はこのお得なプランを見つけて帝国ホテルを申し込んじゃいました、まあ、多分ね旅作だとこういうホテルプランね、えー、たまに見つかるんですけど、えー、たまに見つかるといっても最近見つかる頻度が落ちてたんですけど久々にまた見つけたんですけど、まあ、アナがね年間契約してる部屋かあるいは えー、月間何パーセント以上、ねえー、使えというような、ね、多分契約があってそれを埋めないと、ね、値段が上がっちゃうんでこのノルマ消化のために、ねえー、下げるというのがあるんだと思います、まあ、今までも東京だと、ね、赤坂ー大谷それから、ね、虎ノ門の大倉ホテルそれから六本木のアナ全日空ホテル、ね この辺が、えー、やっぱり同じような値段、ね、1万円以下で、ま、7000円とかね、そんなもので泊まれたんで使いました。で大阪だと、まあ帝国ホテルがね、えー、一番好きなんで帝国ホテルよく使うんですけど、それ以外にも、ウェスティン大阪、ハイアートリージーシ大阪、この辺りがやっぱ1万円以下、ね、で泊まれることがあると。1万円以下ってか、航空券と足した感じでですよ。で、この前ね、その、えー、大阪と、 福岡と京都行った時には福岡で使ったんですけど、この時はねヒルトン・シーホーク1泊5000件等でしたね。安すぎないかいって感じなんですけど、この辺りのね5つ星ホテルに1泊5000回1万円泊まれるホテルプランが見つかることがあります。大抵ね、おすすめホテルのところには、この辺のホテルはあんま出てこないんで普、普段高いんでね。で、まあ、え、ー つまんないね、えーまあ。つまんないって言ってから何ホテルって特定したのもなんですけど、よくあるチェーンの、ね、ホテルとか、まあ、ビジネスホテルとかが出てくると。でまさか普通の人はねこの5つ星ホテルにそれと同じ値段とかね、えー、プラス1泊あたり3000円とか、えー、足すだけで泊まれるってのはあんま思わないんで、わざわざホテル名入れて検索しないでしょうけど、今ここにね、書、え、い、ー、たホテルは私も泊まって大好きな。 ね値なんで、この辺ね、えー、東京、大阪、福岡行くときは、えー、検索してみて、ねえー、何しろホテル単独とか1級 .com よりも、航空券を足すとね、断然安いとか、今回見たくね、えー、なんとホテルだけに泊まるより安く、ね、泊まれちゃうというようなプランがね、えー、たまに出てきますんで、まあ、そうですね、飛行機とホテルを取るんだったら、まずは旅,旅先をチェックするというのがね、おすすめです。 旅作はね、えー、全然、えー、アフィリエイトリンクも何もなく、ね、えー、旅作の回しもんでもないですし、穴が大好きってわけでもないんですけど、ただこの旅行のね、えー、手配してて、旅行の自分の旅行の手配しててね、旅作ほどちょっとお得な、ねえー、ものはないなと、国内旅行についてはですね、えー、やっぱり常々思いますし、今日再実感しました。まあ、そんな形で旅作ラブと。 ねえー、なぜそんな強く押すんだって感じなんですけど、まあ、皆さんも国内旅行でね行って帰ってとねあ行って帰ってがねそうそうそう例えば前回はそういう風に使ったんですけど広島じゃなくて福岡で降りてで帰りは大阪から乗るとか、えーまあ、そういうやり方でもね、えー、旅先手配できますんで、えー、行って帰ってくる空港だけ一緒だったら、ね、全然あとはくた、えー、の話、えー 行きが、ね、札幌に降りて帰りは石垣島から帰ってくるとど,どんな使い方すればそういうプランになるんだっていう感じですけどいう使い方も極端に言えば可能なんでね、えー、国内旅行を手配するんだと旅作おすすめですというお話でした以上天板アカデミー堀秀夫でした